皆さんこんにちは。小学校の先生歴30年以上の経験を持つじゅんじゅんです。このポッドキャストでは学校の先生や保護者の方に向けて子どもの成長を支えるために大切な子どもも大人も互いに育ち合う方法を私の体験に基づいてシェアしています。皆さんは普段学校の休み時間何されてます？連絡書の返事書いたりとか、子どもたちとたわいもないお話をしたりとか、次の授業の準備だとか、そういったことをすることが多いと思うんですけれども、今ね、新年度始まったばかりで、多くの先生方、子どもたちとの関係づくりのためにっていうことで、ちょっと一緒に遊んだりとか、外遊びに出たりとか、そんなふうに過ごされている方も多いんじゃないかなって思うんですね。でもそうは言っても教師も人間ですから、今日はちょっと気が重いなとか、体が重いなとか、とにかく休み時間くらいはちょっと子供と距離を置きたいなとか、でも今日はいつもよりも早めに帰らなきゃいけないから、この休み時間に何とかして漢字テストの丸付け終わらせなきゃ。だから子供たちに先生遊ぼうって誘われたけれども、今日は遊べないんだよごめんねって、そんな理由で遊ばない遊べないってことを選んでる方もいらっしゃると思うんですよ。でも言った後、心のどこかで、一緒に遊んだ方がいいんだろうなって遊べない遊ばない自分をちょっとだけ後ろめたく感じる方はいないでしょうか。実は過去の私はまさに後ろめたく感じてしまう教師の一人だったんですね。ですから後ろめたく感じるくらいだったら、無理してでも、帰宅時間が遅くなっても、休み時間はフルに遊ぶ教師の一人だったんですね。特に初任時代は子どもたちと離れること、子どもたちの遊びの中に自分がいないことが不安でたまらなかったんですよ。いつもね、子どもの中での自分の存在を、おそらく確認していたかったんだろうなって、当時はそんなことを自覚してはいなかったんですけど、後から当時の気持ちをちょっと言語化してみたら、そんな感じだったんですね。そしてよりその気持ちを複雑にしていたのが、子どもたちから保護者の方から、または同僚や管理職の方から、これはありがたいことではあるんですけれども、私が子どもたちと常に一緒に遊んでいることへの、ポジティブな評価だったんですね。その期待に応えなきゃとか、期待に応えられる自分でいたいとか、でも本音の部分では、いやちょっと今日くらいは休みたいなとか、いやでもそんなことできない、第一不安だし、子供たちと一緒にいたら楽しいこともあるし、自分の存在も確認できるし、何より安心できる、周囲から認められている自分でもいられる、ある意味この子供と一緒に遊ぶことって私の教師としてのアイデンティティだったんだと思うんですね。でも本当は休みたかった、ちょっと子どもたちと離れていたい時もあったんですよね。だからかなり無理していました。ということで今日は、子どもと遊ばなきゃ良い先生になりませんかというテーマで、子どもたちが学校で遊ぶことの目的と、教師も子どもも成長できる遊びへの関わり方についてシェアしていきます。では今日のテーマね、子どもと遊ばなきゃ良い先生になれませんかっていう問いに対する、私の答えなんですけども、子どもと遊ばなくても良い先生になれます。そして子どもと遊んでも良い先生になれます。いやジンジンさん、なんだよ どっちなんだよっていう、でも結局良い先生って何なんだよっていうことにもなると思うんですけど、でもこれって子供によって違うじゃないですか。あの先生は自分にとってはいい先生だったけれどもとか、あの子にとってはっていうね。で、私は教師側の方からして、一応定義させてもらうと、私はその子の実態に応じて成長の手助けができる教師が、良い教師というよりも役割を果たしている教師だと思うんですね。その前提で今日のお話を進めていきます。じゃあ子どもが遊ぶことを通して何が得られるのか、
つまり子どもが学校で遊ぶ目的は何かなって考えた時に、私は2つ考えたんです。1つは休息、リフレッシュ、開放感を味わうということです。まあ、これって別に子どもに限らず教師もそうですよね。人間誰しもリフレッシュしたい、休息したい、ほっと一息つきたいっていう気持ちありますよね。まあ、欲ですよね。そして2つ目、遊びを通じて友達と関わって、そしてトラブルを体験しながら人との関わり方を学んでいく、まあ、ここが私は子どもたちがいろんな友達が集まる学校に来て体験できる一番重要な価値だと思ってます。まあ、もっと言えばトラブルが体験できることが私は学校の一番の価値だと言っても過言ではないと私は確信しているんですね。まあ、そうやって考えていくと、休み時間はトラブルのお宝箱ですよね、宝庫ですよね。友達との関わり方を学んでいくチャンスの塊なんですね。まあ、ここからも教師も、成長できる遊びへの関わり方についてここからお話ししていきます。まあ、そんなトラブルの宝庫である休み時間に教師が常に子どもたちのそばにいたら、皆さんどうしたくなります？やっぱり何かあったら介入したくなりません？口出ししたくなりませんか？まあ、これ低学年であるあるだと思うんですけども、休み時間の様子の中で、まあ、鬼ごっこに何人かの子たちが行きました。もうルール事前に決めません。もうそれぞれが知っている鬼ごっこでゲームは始まっちゃいます。当然しばらくすれば揉め事は起こりますよね。まあ、まずはタッチしたとかしてないで揉めます。でそもそもですよ、増え鬼なのか変わり鬼なのかってことも確認しないままスタートすることもありますよ。だそこでも揉めますよね。と教師はいるわけです。そこに口出ししたくなりますよね。ねえねえねえ、ちょっと待ってよってなってさあって言いたくなりますよ。子供たちだってうまく鬼ごっこが進まないことは楽しくないですから、ねえ先生つまんないって言ってくるかもしれません。でももしそこに教師がいないことで何度も繰り返す衝突を繰り返すことで、誰かがねえちゃんとルール決めようよとか、ね、今日はさ増え鬼なの変わり鬼なのって言い出すかもしれません。時には休み時間の途中でもうつまんないって言って鬼ごっこをやめて教室に戻ってくる子たちもいるかもしれないけれども、でも誰かが気づいて一言、ね、今日はどっちなの、どっちの鬼ごっこなのって言ったりしてくれる子がいることで、何も気づかずにバーッと鬼ごっこを始めちゃう子にとっては、あそうかって、いやそうだよね、どっちの鬼ごっこなのか決めないとみんなバラバラだよねって子供が気づくと思うんですね。でもそこを教師がねえねえ今日さどっちやるってなるお膳立てすれば、なんかこう子供の気づきというよりはそのまま流れていってしまうことになると私は思うんですね。とにかくこういった子供たちのリアルな体験を教師がいつも遊びに介入していたら、子供たちはその困り感を常に教師に解決を頼ってくるかもしれないんですね。こうして見てくると、子どもたちが自分たちの力で遊びを通して成長していくためには、教師の遊び方、教師の遊びへの関わり方がとても重要だということが分かってきます。まあ、その視点で振り返ると、決してね、これ単純に比較できることではないし、まあまあ私の感覚でしかないんですけども、私の感覚として聞いてください。私が躍起になって子どもたちと一緒に遊んでいた頃の子ども同士のつながりは、私が遊び方への関わり方を変えた後の子どもたちのつながりの方が、なんかこう広がりと居心地の良さがあったのではないかなって思うんです。まあ、本当これ私の主観なので確かめようがないんですけど、おそらく私自身がそう感じてるんだと思います。私自身の子どもたちとのつながりに、私が遊びにいつも介入していた頃よりは、関わり方を変えた後の方が私が広がりと居心地の良さを感じていたのかもしれないんです。まあ、私にとって子どもたちと遊ぶということはとても大きなテーマでした。
その捉え方が変化したのはやはり自分を生かす子どもたちとの関わり方を自分で見つけることができたことが大きな転換だったんですね。子どもたちにどんな力をつけてほしいのか、その力をつけるには自分はどんな関わり方をしたらいいのかと、自分が生かした関わり方を自分で見つけていくことで結果視野が広がって、子どもたちともリラックスして関われることができるようになったんですね。そして周囲からのポジティブな評価よりも、自分が偶然目にすることのできた子どもたちの成長や、私が予想もしてないようなアイデアを子どもたちが見せてくれる、見せてもらって、本当に心の底からへーすごいねとか、いやーやられたなーって、そんな感動を与えてもらうことの方が私にはもうめちゃくちゃ価値があったんですね。楽しくてワクワクできるようになったんです。本当肩の力が抜けました。学校の先生ってある意味見られる仕事、評価される仕事であることはやっぱりある意味仕方がない、当然のことだと思うんです。でも教師がそこに意識を向けて仕事をしてしまうと、いつの間にかしんどさを感じるようになるんですよね。だからこそ、せっかくこの教師という仕事を選んだのなら、自分だからできる、自分を生かした子どもたちとの関わり方を探っていって、そうすると周囲の評価やこうあらねばならないという、なんかこう既成概念っていうのかな、そういったところよりも肩の力を抜いて教師という仕事を子どもたちと一緒に過ごせることの面白さを実感できるようになると私は感じてます。はい、いかがでしたでしょうか。今日は子どもと遊ばなきゃ良い先生になれませんかというテーマで、子どもたちが学校で遊ぶことの目的と、そして教師も子どもも共に成長できる遊び方への関わり方についてシェアしました。教師と子どもたちの関係づくりは遊ぶことが一番だと躍起になって、自分の無理を押してしんどくなるくらいなら無理せず、時には距離を置く、関わりの方の方が心のゆとりを持って子どもたちに接することができるし、やっぱり1日に1度2度、まあ何度でもいいんですけども、ちゃんとこう距離を取るということはすごく子どもたちにも教師にも互いに居心地の良い環境を作ることができると思います。今日のエピソードが皆さんにとって新学期だし、ちょっと無理してでも子どもたちと遊ばなきゃって、楽しい反面ため息混じりで気を重くされていた方にとって、あ、そっか、距離取っていいんだな、距離取った方がいいんだな、じゃあ明日は職員室にお茶でも飲みに行こうかなって肩の力が抜けたなって感じていただけるエピソードになれたらとっても嬉しいです。それでは次回のポッドキャストまですぐにお会いしましょう。